こんにちは、あかちゃんです。今日はダイソーで購入してきたスライム10種類を紹介したいと思います。今回購入してきたのが、こちら、じゃじゃーん。合計10種類買ってきました。それでは買ってきたのを一つずつ紹介していきたいと思います。あえてね、ここから出してみんなに見えないようにしよう。あれ?似たのがあるぞ。じゃあ似たやつから最初に行こうかな。じゃじゃーん、こちら、ドーン。試験管、ドロネーバー。オープン。じゃじゃーん。ああ、メモリ付きだ。ちょっとね、似たのを持ってるんですよ。おー、比較してよかった。こっちセリア、こっちダイソー。メモリ付いてるのダイソーなんですけど、ダイソーの方が大きいです。これぐらいの差です。すごい。まあ、今回はダイソーの紹介なので、セリアのやつが気になる方は、ぜひ概要欄から見てみてください。オープン。やばいね。すごい大きいんじゃない?この音。よし。うわ、でかいね。まだほら、試験管の形になってるっていうか、まとまりにくそうですね、ちょっと。だから、多分ね、ぐちゃってやっちゃうと、まとまるのに時間かかっちゃうね。タプタプの割には、少し固めの印象があります。まあ、量はね、すごく多いからあれなんだけど、伸びることもないしさ、くっつきが早い方が遊べますね。ちょっと、おすすめではないかな。続いて、一気に2個紹介しちゃおっかな。じゃじゃーん。2個目、3個目はこちら。ドラム缶とドロネーバ。あれ?商品名が同じドロネーバっていう名前ですね。中身一緒だったらどうしよう。どっち買おうか迷ってる方もいるかもしんないからね。僕的おすすめな方を紹介したいと思います。じゃあ、こっちから開けてみよう。さっきより量多いんじゃない?うわ!さっきより量多い!いいね、柔らかいです。さあ、このくっつき具合が良ければ、さっきよりおすすめですね。どうだろう?ちょっとぐちゃってやってみよう。ぐちゃ。くっつき良さそうな気がしますね。量も多いからね、すごく楽しめる。ザ・タプタプスライムって感じで、いい感じです。なぜかね、タプタプスライムってね、どれも口が狭いんですよ。だけど、これは口が広いから、おー、すぐにしまえる。あ、こうやってね、触るの気持ちいい。これ漏れないのかな?キュッて締めておけば。よし。続いてこちら。大きさはほぼ一緒。じゃーん。おー、なんかもっちりしてる気がする。比較するとね。まあ、硬めだから、触り心地で言うと、最初のやつの方が良かったかもね。こっち。ああ、くっつき悪いね。ああ、でもこれは悪いです、くっつきは。おすすめで言うと、最初のやつかなの方が楽しいかもしんない。っていう感じです。容器可愛いけどね、こっちの方が。もし迷ってる方は、こっちの方がいいかもしれません。まあ、僕の個人的な意見では。さあ、まだまだあります。次は、こちら。じゃじゃん。納豆粘土。これね、一回遊んだことある。オープン。こんな伸びるの?なんかベトベトじゃない?ちょっと。取れないくっついてて。まあなんか商品の名前が納豆粘土っていう感じだから、ビヨーンってなるってことだよね。一回混ぜて遊んでれば治るのかな?綺麗に取りたい。取り出すのに一苦労でしたね。さあ伸ばしてみましょう。うわー、これね、音フェチはね、めっちゃ気持ちいいと思います。まあ、スライムとはまたちょっと感覚がちょっとね、違うと思います。つぶつぶもたくさん入ってるし、すごくビヨンって伸びるし。このスライムはあれですね、音フェチを楽しむ方には、おすすめだと思います。はい。続いて、こちら、クリスタルクレイ。クリスタルネーバーって書いてありますね。日本語訳では。いきまーす。オープン。じゃじゃん。おお、ここにくっついてる。お、すごい。ほら、クリスタルになってる。すごいよ。じゃじゃん。おー。綺麗。でもね、クリスタルってでもちょっと、ナタデココみたいに少し半透明な感じはありますね。スライムは少し硬いです。弾力が結構あるスライムですね。あ、音ヘチは気持ちいいやつですね、これ。さあ、伸びるのか。うん、伸びそうだね。ゆっくりやれば。結構しっかりしてるスライムだね。お水混ぜても全然良さそうな気がします。お、ちょっと硬いからな。お水混ぜたいな、個人的には。はい、という感じです。ちょっと硬かったな。続いてこちら。お、またちょっとさっきのに似てるかも、最初のに。名前が、ジェル。オープン。じゃん。お、いいね、この硬さ。これがいい。僕、こういう系が好きなんです。気持ちいい。ちょっとね、プニプニしてます。で、ラメがすごい入ってますね。細かいラメがたくさん入ってるから、なんかメタリックな感じにも見えます。そして、伸びます。
全く手にくっつかないし、すごく気持ちいいと思います。今までの中で一番触り心地は好きだなって感じがします。あ、音フェチもやばいね、これ。この感じ。いや、これは気持ちいい。これはおすすめですね。なんかね、僕やっぱこうやって容器に詰めた時のこうやってね、触るのが好き。わかる人いますか？気持ちいい、これが。次、7個目です。こちら。えっ、これやばくない？なにこれ？ドロネーバー、調味料型。うわー、これやばいですね。ちっちゃいね。かわいいね。ケチャップー。容器が硬い。うわ。ケチャップなんか色違くない？もうちょっとなんか黒っぽい色っていうか、どっちかっていうと、デスソースとか水系に感じる。うお！こうやってね、吸い込む感じであれば戻すの簡単です。すごくちっちゃいからね、なんか、ちょっとした時に持ち運べるスライムって感じですね。そしてこちら、マスタード。透明だね、ちょっと。うわ、マスタードもなんか惜しい色合いが、なんか違うよね。で、こうやって戻す。マスタードの方がまだ若干容器が柔らかくて、押しやすい気がします。すごい、どんどん戻っていきます。すごいすごい。はい。とっても可愛いですね、ちっちゃくて。なんか動きがね、ケチャップじゃないんですよね、これ。だからドッキリとかには使えないかも。で、なんかマスタードもやたらと透明感があるから。これはちょっとね、騙されちゃうんだけど、ディスプレイとしては可愛いかもしれないですね。さあ、残りも少なくなってきたね。あと3つ。これだね、次。じゃじゃん。伸びる粘土。これスライムか、ちょっと怪しかった。だからね、ちょっと開けてみよう。判断しましょう。じゃじゃん。うわ。うわ、なにこれ？そんな期待してなかったんだけど、かなりやばい、これ。え？伸びる粘土？水分をすごく含んでる感じがあるので、位置付けとしてはスライムですね。紙粘土スライムに近いのかな？あ、書いてある、ほら。PVA だからやっぱスライムだ。PVA に水、グリセリン。グリセリンだ！なんかすごく匂いするなと思ったら。なるほど。ちょっとね、グリセリンっていうのがね、わかんないからさ、洗濯のりとグリセリンマスター、これ作れるのかな？面白い！すごく伸びる。なんかもう新感触すぎてちょっと。これ気持ちいい。ビヨーンって。え、待って、これ今回いいランキング上位に来てる。いろんなスライム触ってきたことある人とか、今までにない感じのスライムなのでちょっと感動すると思う。最近新しいスライムに出会いがない人はおすすめかもしれません。さあ、ラスト2つ。じゃあ紹介したことあるこっちからかな。じゃじゃん。風船粘土。これで遊びます。そうだ、作るんだこれ。作るところから楽しめるスライムなんだ。いいね。材料何なんだろうね、これ。バルーンの素。これは、水とポリビニルアルコール。まあ、洗濯のりですね。あと、食用色素。まあ、着色料。防腐剤が入ってる。で、魔法の水には、水と放射と防腐剤。っていう感じです。この中に作るんだね。続いて、魔法の水。よし、OK かな？いけまーす。ほい。ちょっと早かったね、多分。いいね、まとまってきたよ。オッケー、スライム完成しました。やっぱね、ちょっとタプタプスライムとは違いますね。いきまーす。すごい。すごい伸びますね。うわ、これ気持ちいい。こんな触り、こんな遊び方したことないんだけど気持ちいい。すごく強くない？ほら。全然割れないよ。うん。はい。ちっちゃくなったけどできました。すごくない？これ、ほら。割れないんだよ。面白いね。おお、中にスライムを閉じ込めれる。これを膨らませれるのかな。おお、空気補充できた。あー、どっかから抜けてる空気が。っていう感じです。面白い。すごく楽しめますね。それではラスト。今回ね、僕が一番期待してます。それがこちら。じゃじゃん。書かれてないね、名前は。オレンジの形をしたスライムです。それでは開けましょう。うわ、やっぱりこのタイプだ。開けます。オープン。これね、なんでかっていうとね、他の100円ショップにも似たのがあったんですよ、フルーツジェルっていうのが。それがね、触り心地すっごく気持ちよくて、ダイソーにもあって、まさかとは思うけど、あれ？どうだろう？まだわかんない。あ、ちょっと硬いかも。あー、これちょっと硬いかも。よければね、前回の動画見てみてください。前回ね、これとすごく似た
のを買ったんですけど、前回買ったのがすごく気持ちよくて好きだったんですけど、今回はちょっとね、ほらちょっとプチプチちぎれる、そしてちょっと硬い、期待してたのにっていう感じです。それでは今回のランキング発表していきたいと思います。トップ3、まず第3位はドロネーバ。こっちもあるんだけど、こっちが良かった。今回いろいろタプタプスライムがあったんですけど、中で一番良かったタプタプスライムはこちらですね。それでは、第2位。風船粘土。これもね、昔動画でやったんですけど、ちょっとね、改めて遊んでみるとすごく面白かったです。で、なかなか割れない風船スライムが作れて、すごく面白かったので、第2位にしました。それでは、第1位。こちらです。若干スライムっぽさは少ないんだけど、いろんなスライムを遊んでる方は、新感触ですごくワクワクしました。今までとはまた全然違った、本当に新しい感触で、すごく面白くて、ちょっと久しぶりのワクワクを味わえましたので、1位にします。という感じで、今回はスライム10種類紹介してみました。気になるスライムあったでしょうか？セリアもね、すごくクオリティの高いスライムがたくさんありますので、気になる方は概要欄と動画の最後からぜひ見に行ってください。音フェチは次回動画でやりたいと思いますので、よければ音フェチも見てみてください。そしてセリア10選の音フェチももう公開されてるので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。